旅行の達人。旅行の達人の愛理です。長野県には湖や山脈といった自然エネルギーあふれるパワースポットがたくさん。そして日本の歴史に欠かせない神社などおすすめパワースポットは尽きません。長野に来たら温泉や美味しいお食事、そしてパワースポット巡りがおすすめです。まず最初にご紹介する長野のパワースポットはピンコロ地蔵です。ピンコロとは健康のまま天寿を全うするという意味を持ちます。優しく微笑みながら頬に右手を添えた愛らしい姿がとっても印象的なお地蔵様です。健康成就にご利益があると全国的にも有名な観光スポットとなっています。続いてご紹介するのは長野でナンバーワンの癒しパワースポット、文具井峠です。人が幸せになれる気が流れていると言われ、幸運・開運のご利益がある峠です。特に生活習慣病の治療効果が評判となっていて、来訪者が徐々に増えているんだとか。のんびりと自然に触れ、心身をリフレッシュしたい方に特におすすめですよ。続いてご紹介するのは戸隠神社の奥社です。創建2000年余りにも及ぶ歴史あるパワースポット。およそ2キロの参道の先には天然記念物にも指定された幻想的な杉並木が続いています。こちらの奥社は御神体の戸隠山からの力がとても強い神社で、開運や心願成就のご利益があるそう。ぜひ散歩を楽しみながらパワーをもらいに行きましょう。続いてご紹介するのは戸隠神社の九頭龍社です。こちらは戸隠山の水の神、縁結びの神として信仰されているといいます。瞑想やヒーリングにも最適な環境です。親身に話を聞いて力になってくれる優しい神様とのことなので、悩みがある際にはお願いに行くとご利益が得られるかもしれません。続いてご紹介するのは光禅寺です。早太郎という犬の伝説で知られる光禅寺。苔が広がる森林の中に並ぶたくさんのお地蔵様は、一人一人表情も違い、神秘的なエネルギーを感じられるパワースポットです。静かに佇む本堂だけではなく、参道脇の石垣に自生する珍しく神秘的な光苔も見どころですよ。続いてご紹介するのは穂高神社です。おすすめは樹齢500年以上の杉の大木でパワーツリーとして守られてきました。主に交通安全や縁結びのご利益があります。体力や気力を与えてくれるとされるユニークな力守りが人気です。神々しいエネルギーあふれるパワースポットです。続いてご紹介するのは与柱神社です。こちらは4人の神様を奉祭することから名付けられた福縁神社として人気です。すべての願いが相叶うと言われている願い事結びの神にお祈りすれば、これからの運勢もアップすること間違いなし。全国各地から多くの人が集まるパワースポットです。続いてご紹介するのは上高地です。神の降り立つ地とも称される日本屈指の三角形象地であり、神聖で心が洗われるようなパワースポットです。人の少ない早朝に訪れるのがおすすめで、特にカッパ橋周辺には浄化のパワーがあります。人が少ない方が吸収できるパワーが大きいそうですよ。続いてご紹介するのは諏訪大社です。全国各地にある諏訪神社の総本社であり、国内で最も古い神社の一つです。本宮は特に勝分のご利益があるそう。独立や新規事業の立ち上げ時などに資源的な生命力をもたらすパワースポットです。続いてご紹介するのはこちらも同じく諏訪大社の下社春宮です。縁結びの杉があり、特に家庭運・結婚をもたらすご利益があると言われています。また岡本太郎さんおすすめのユニークな石仏、万事の石仏も必見です。ほとんどが女性の神様で和気あいあいとされており、エネルギーも穏やかで柔らかいので癒し効果があるんだそうですよ。続いてご紹介するのは善光寺です。非常に信仰深いお寺で、阿弥陀如来様は日本最古の仏像と言われています。極楽往生のご利益のあるパワースポットです。本堂の善光寺と書かれた看板に鳩が5羽隠れていて、この5羽を全部見つけられると大変なご利益があると言われていますよ。続いてご紹介するのは生島樽島神社です。生島の狼と樽島の狼の二神を祀る神社であり、
生島の狼は海の神、樽島の狼は満たす神とされ、信濃屈指の古社です。なんと日本の大地そのものが御神体として祀られているというスケールの大きさ。開運スポットとして大人気です。続いてご紹介するのは大王神社です。大王わさび農場内にある神社であり、人気パワースポット。大王わさび農場の守り神である名前の由来になった儀式八面大王が祀られています。わさび畑の中央を流れる北アルプスからの清流のせせらぎは癒し効果抜群ですよ。観光しながらパワーももらえるおすすめスポットです。最後にご紹介するのは三品神明宮です。平安時代から鎮座する日本最古の神明造りを持つ神社、天照大神をお祭りしているパワースポットです。御神体である推定樹齢800年とも言われる三本杉からは、開運のご利益をいただけそうです。いかがでしたか？長野県にはおすすめの開運パワースポットがたくさんあります。ぜひ長野県の自然を感じながらパワーをもらいに訪れてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。